今後週間の気温についてですけれども、最高気温は平年並みかまたは低めと寒さが続きそうですね。はい、これまでもそうなんですけど、気温のアップダウン大きかったですよね。はい、この後もちょっと大きくなりそうなんですね。はい、で、まず天気に関してはこの天気図見ていただきますと、低気圧が抜けて高気圧がやってきて、そしてまた低気圧がやってくる、そして週後半は冬型ということで、周期的に変わるんですね。はい、ですけども1日の低気圧は南から暖かい空気を持ってくる、2日の高気圧は北から冷たい空気を持ってくるということで、気温のアップダウンが大きくなってきそうです。はい、ということで週間天気はこんな形で周期的な変化が主体なんですけども、はい、温度の変化が結構ね、北と、南で大きく減ってきそうなんですね。はい、で、まず札幌なんですけども、札幌は今低い状態が続いてるんですね。これ灰色の線が平年値なんですけども、平年よりまあ低いのが今日なんですけども、明日明後日しばらく平年よりは低い状況なんですが、後半ちょっと上がるんです。はい、ただ、強い冬型気圧になり冬型の気圧配置になります3月の2日になってくると、0度を下回るような、日中の最高気温が0度を下回るような、寒さが戻ってくるということになります。はい、そして東京、こちらの方は今日がだいぶ低かったんですけどもね、明日平年をちょっと上回ります。その状態がしばらく続くんですけれども、やはりこちらも2日の日にぐっと下がってきまして、はい、まあ、今日と同じぐらいまで下がる可能性があるんですね。はい、そして、最低気温、翌日3日にはかなり0度に近いような冷え込みが戻ってくるというような状況になってきます。うん、はい、そして最後、沖縄なんですけども、沖縄はこのところ低めの状態が続いているんですが、29日、低気圧が持ってくる暖気の中に入る29日には25度復活するんですね。はい、しかし冬型になった時の温度がぐっと下がりまして、まあ、15度ぐらいまで下がるような形になりますので、この2日間で10度ぐらい下がるような、そういった気温のアップダウンがありそうです。はい、ということで今後寒暖差も大きくなるということで、最新の情報はお天気アプリウェザーニュースより随時ご覧ください。